どうも、懲罰モンキーです。前回の動画、多くの方に見ていただきありがとうございます。前回の動画ではボートレースの展開予想について解説しました。展開予想なので1頭以外の買い方についてだったのですが、ボートレースは基本的には1号艇が強いのでなかなか実践するのも難しいと思います。ということで今回は穴狙い、本命狙いの2つに分けてボートレース上の特徴紹介九州版をお届けします。今回は九州にある芦屋、唐津をそれぞれ紹介しますので、各場の特徴を覚えて今後の予想に役立ててください。レース場の傾向を知ることでより勝利に近づくと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは本命狙いのレース場はボートレース芦屋です。以前動画も撮らせていただいたボートレース芦屋ですが、芦屋は1コースの1着率が 63% と全国平均 55% を大きく上回っています。この要因は企画レースにあります。芦屋は1から5レースはサンライズ戦という1号艇に A 級選手が入るようになっており、その影響もありこの印象率の高さになっています。また4レース7レースは進入固定戦となっているため予想もしやすいです。つまり基本的に芦屋は1号艇から勝っていれば当たります。ただ芦屋のいいところは1号艇が強く当てやすいというところだけではありません。今回芦屋で皆さんにお伝えしたいのは2号艇の差しです。ではどのような時に2の差しが決まるのかが皆さんの知りたいところだと思います。前回の動画を見ていただいた方はわかると思いますが、2の差しが決まりやすいのは追い風が吹いている時になります。具体的には追い風4メートル以上の時の足屋は2号艇の差しは要注意です。加えてオリジナル展示の回り足も見ることでより精度が高まると思いますので、ぜひ参考にして船券を買ってみてください。次に穴狙いのレース場です。穴狙いのレース場はボートレース唐津です。唐津の1号艇1着率は 55% と全国平均とほぼ同じくらいです。全国平均と同じなら別に荒れるってほどじゃないじゃんと思われた方たくさんいると思いますが、ちょっと待ってください。この1号艇1着率ですが、風によってかなり変わってきます。追い風6メートル以上になるとこの1号艇1着率は 43% まで低下します。6メートルなんて風めったに吹かないでしょうと思われるかもしれませんが、唐津ではめちゃくちゃ吹きます。追い風向かい風に関わらずかなり風が吹きますので、風向きのチェックは必須になります。そしてボートレース唐津の水面画像がこちら。ご覧のように2マーク付近がかなり広くなっており、道中の足や旋回技術も大切になります。この2マーク勝負になることから1頭でも紐荒れしやすくなります。具体的な買い方としては、風が5メートル以下の時は基本1頭で紐荒れ狙い、風が6メートル以上の時は向かい風なら外枠のまくり、追い風なら2コースの差しを狙ってみてください。そんなにマイレース風のチェックなんかできないという方は、唐津の公式チャンネルのライブ配信ズバッと鍋チャンネルを見ていると解説付きで参考解明も出してくれますので、ぜひ参考にしてみてはどうでしょう。ちなみにこのズバッと鍋チャンネルは解説の時以外は本当にボートレースの番組かと疑いたくなるくらいボートの話はしませんので、買い目だけ参考にしたい方はボートレース唐津の公式サイトでも公開していますので見てみてください。ここからは唐津芦屋に関わらず船券を買う手順について説明していきます。まず考えるべきは1号艇が逃げるかどうかです。本日紹介した唐津芦屋ともに公式サイトでオリジナル展示、スタート展示タイミング、風向き、風速、今節平均スタート順を出してくれているので、これらの要素を考えて1号艇が逃げるかどうか考えてみます。1頭以外を買うときは追い風が強く2号艇の差しが届きそう、向かい風かつ4号艇のスタートが早く展示タイムが早いなど考えて買ってみてください。そして最後に誰でもできて確実に回収率がアップする方法をお伝えしておきます。本日紹介した2乗はどちらもポイントサイト唐津キャッシュバックポイントクラブと芦屋サンライズメンバーズがありますので、こちらは絶対に登録しておいてください。どちらも購入額の 1% 以上をキャッシュバックしてくれるので、テレボートで船券を買う方は登録必須です。概要欄に2つの URL を貼っておきますので、ぜひ登録してみてください。皆さんの収支プラスを願っています。
ということでいかがだったでしょうか。今日は本命狙いのレース場、穴狙いのレース場九州版を解説しました。今回は唐津と芦屋の2場しか紹介できませんでしたが、この動画が好評であれば他の場も紹介していきますので、コメントで教えてもらえると嬉しいです。また競艇で役に立つ情報やおすすめのレースなどを配信していく予定ですので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントをくだされば全てのコメントに目を通させていただき、できるだけ早く皆さんにコメントが開始していきますので、コメントもお待ちしております。公式 LINE でも競艇にまつわる様々な情報や懲罰モンキーとっておきの予想、楽しいミニゲームなどを実施していきますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。